ジョニー等は、香港出身の映画監督。香港の映画スタジオで、アシスタントとして働き、1980年代後半より映画監督となる。1989年、超ユンファ主演の杉ゆく時の中で、1990年代後半以降は、ザミッション非常の起手などの香港のワールで注目されるようになる。アクションものが多いが、 ラブストーリーやロマンティックコメディも撮っている。香港伝英金像進むでは、2000年にザ・ミッション・ヒジョの起きて、2004年にプトゥーで最優秀監督賞を、2006年にエレクションで最優秀作品賞、最優秀監督賞を受賞している。また、金馬進むでは2000年にザ・ミッション・ヒジョの起きてで、2004年にブレイキングニュースで最優秀監督賞を受賞している。 エレクションはカンヌ国際映画祭のパルムドール候補になるなど国際的にも注目されている。2008年の第65回ベネツィア国際映画祭、2011年の第64回カンヌ国際映画祭では審査員を務めた。2009年5月にはフランスからコマンダーオンザ、オーダーオブザアーツアンドレターズを授与される。2010年のユーバリ国際ファンタスティック映画祭では 審査委員長を務めた、ジョニー党監督女性プロデューサーのシーナンスン、コンペ部門審査員に、カンヌ映画祭、レコードチャイナ2011年4月25日13時49分11秒、配信。ありがとうございます。